はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ゼルダの伝説夢を見る島、続きをやっていきたいと思います。で、こっちか。あ、だいぶ開いたな。急流滑り、急流滑りってこれ一区画使ってんじゃん。多分こっちの方だよね。次タルタル山脈がこう山があってのこっち側に、ま、行けというようなことになってるんですけれども、爆弾の数がちょっと少ないんで爆弾買い足していこう。10個くらい買っとけばいいかな。10円だし。あれ何個まで持ってたっけ。もう10個くらい買っとこうか。1個1円でしょ、安いね。そう考えると27個、まあこんだけあればいいかな。で弓矢はね大量に持てるようになったから、じゃあちょっと早速ではありますけれども、ワープして、ワープ先はまた断平小屋でいいかな。ワープしよう。でタルタル山脈をとりあえず登っていくから、ほら一回ね、あの多分炎のところがこの盾でねガードできるようになると思うんですよ。それで先へ進めるっていう、そういう設定だと思うから、とりあえずタルタル山脈は上に登る。こっちいいか。おい、ここはダッシュがいいんだよね。ダッシュできねえし、このまま階段を登る。あそこのなハートのかけらも気になるは気になるけど、多分全てのハートの器とハートのかけらを取ると左上のハートがね全部埋まるっていうことになると思います。あ、そう、ここね、どこだろう、なんかこの滝が怪しいよね。そもそも潜ってみる。あった、貝殻。え、今貝殻何個？37個か。もうちょっと集めれば40個いけそうだな。でこっちか、左側だから。ってかさ、鶏いないけどどうすりゃいいの。ここ入ってみよう。げっ、鶏いるんだけど、よこせ。ちょ、どこ行く。いや、やっぱし空飛ぶコッコが一番いいだよ。いや、一番いいとこじゃなくてさ、返せお前、こら。怒られちった、鶏切ったら。てかそんなことよりマジでさ、貸してくんない。せめて下手に出てあげるから、返せとかじゃなくて貸してください鶏。え、どうすりゃいいんだ。あ、またなんかあるな。え、どこだろう、これとか。これ下の可能性もあるからね。ここら辺近いな。掘ってみる。一個ずつ掘るのはアホらしいけど、どこだ。いや、ここら辺に来ると結構反応が濃くなる気がするんだよね。あれ、こっちの方が反応濃い。家の近くとかない。ここのなんか石があるところは掘れないね。あとここちょっと出てるところか。あれ、こう行くでしょ。ここら辺が反応が濃いんだよな。下かな。てかこれどうする、フックショットか。フックショットでいける。はい。てかマロンがいるんだけど、何やってんだあいつ。マロンじゃねえ、マリンだ。いまだに名前が違う。あ、リンク。魔物たちが意地悪してこんなところに。どうしよう、怖くて動けない。お前なんかスーパージャンプできなかったっけ。俺なんかよりすげえジャンプ力が。え、でもこれフックショットでいく、こいつぶっ刺してみる。あ、そういうこと。確実に貫通したよね。リンクありがとう。あのね、リンク、あのね、お
マリーン。マリンとタリンか。なんか全てが泡になってしまうと思うとなんか切ないよね。これはフクロウが来るパターンかな。あの娘、卵の前で目覚めの歌を歌った。風の魚の歌は目覚めを告げる歌。まさかマリンは風の魚を起こそうと。次なる楽器は西の山の亀岩。亀の形をしたいわゆる息吹を吹き込み、恐れず勇気を示すのじゃ。風の魚は待っている。階段があるけど下降りるとどうなったっけ。いやー、階段から行こう。でこっちでしょ。あ、ちょっと待ってね。下爆弾で壊せんな。ここお前も死なばもろともだ。ええあ、持つってそういうこと。え、これ、あ、こっちか。持ってやれば、あ、ここハートのかけらじゃん。回収完了。これでまだ半分持てるんだね。これこうやって、あ、なるほどなるほど、これが攻略方法か。ようやく見出した。下に行くと戻れないんだよな。どうしよっかな。あっちも気になるんだよね。まあ、ここ自体はルートは構築してあるから仮に戻りの道だったとしても、ん？どこだこれ。あ、これここか。しまった、やっちまった。なるほど。ではこの下に降りていきましょう。まあ、ここは一回来てるからね。はい、タルタル山脈で岩が起こってくるとこか。ここもこのまま駆け抜けよう。来て考えが浅はかだった。でここも行って取ったからな。どっから落っこってきたのこれ岩。でここのワープゾーンね、やりたいよね。やりたいけど、まあ、先に進めばできるようになるっしょ。こっちなんだっけ、行ったっけ。あ、戻るとこだ。まあ、基本先に進んでも戻れるルートがあるから。でここでこうミラーシールドがあれば OK。 読み通り、こいつは敵ではないか。爆弾爆弾。よし、タルタル山脈西ルート構築。あ、またある。これ絶対ここでしょ。ここ限りなく怪しい。あれ、はい、 OK。 秘密の貝殻、秘密の貝殻38個。これも絶対40個いけるよ。電話がある。あ、聞いておきますか。亀岩の頭が邪魔、命を吹き込めば動くかもしれん。邪魔とかまだそういうさ確認すらしてないんだけど。あ、なんか鳥がいる。こいつのことか。こいつに命を吹き込めと。でこいつが動き出すということね。硬そうだな。いや、
そりゃそうだよね。ちょ、待って。ああ、そういうこと。ちょっと待って、これ爆弾か。いけるかな。出遅れてるけど。あ、大丈夫だ。頭ぶつけて、爆弾。よし、お、ひびが入ってきたね。こっちから。OK。これで攻撃通るんじゃない？高さがあるか。早い。おお。ジャンプは取る、ジャンプは取る。ちょっと無理すればだいぶダメージが与えられる。効率よく、効率よく。いや、やっぱ赤の服強えな。で、妖精はまだストックがあるから吐くとこ。爆弾補充してきてよかったな。あれ、こっからもう亀岩か。亀岩行く前になんかな、これやっておきたいけど、ちょっと秘密の貝殻あと2つなんで、これ持ってきてから亀岩に行きたいと思います。ここね、爆弾をね投げるみたいな。微妙に外れてる。はい、入った。おー、来た。で、貝殻ゲット。よし、これで40個集まったので、ワープして貝殻の館へ行きましょう。一応この世界には全部で50個あるんですけど、剣を手に入れるためには40個で OK。まあ、50個集めるとね、あの石板とあと金が手に入るんですけど、もうミラーシールだから跳ね返してんな。では行きましょう。ぐんぐんぐんと。剣を掲げよ、力は新たなる力を授けん。剣のレベルが上がった。コホリントの剣だ。早速名前を書いておこう。これで攻撃力が上がったのかな。赤い服との攻撃力は相乗効果があるみたいなんで、よし、これでじゃあ亀岩に向かいましょう。タルタルの西から亀岩へ行きます。では亀岩攻略していきましょう。あ、なんかまた強そうなのがいる。ちょっと待って、ミラシールド。どうよ。え、めんどくせえな。こっち弓とかでなんとかなんない。え、さらに分裂するんだっけ。あ、あれ、なんだ、わかんねえ。一応フックショットにしておきますか。左側から、え、おたまじゃくし。おたまじゃくし、なんなの。大して強くもないよね。あと、ここにいても特段ヒットポイントが減るわけではないので、まあゆっくり探索はできるかな。あ、サイクロプス。しかし俺の弱っ弱っていうか強っ。悲しすぎだろあいつ。2発か。ん、これなんだ、これ動かす。すげえ。いや、すごいけど、どうする。ここどうにもできなくね。え、いけないよね。ダッシュもできるわけじゃないから、フックショットかけるとこもないし、ちょっとこっち諦めよう。まあ、道をつないでおいたというだけで。上もいけるよね。右も行けるけど、
最近本当にダンジョンが難しくなってきたからな。顔のダンジョンも多分結構早送り早送りでやったんで、どうしてもその探索しているねシーンが長くなっちゃうんで。いや、これなんだ、これ爆弾だよね。妖精っていつまで飛んでんだろう。壺を全部破壊、あ、じゃあね、ここにあるわスイッチが。行けるところが多いな、ハニワ。お、あれすげえビームが出るようになってる。下への階段か。ビームは多分あれだよね、ヒットポイントが全開じゃないと出ないと思うんでいいな、すげえな、コホリントソード。下に撃てる、撃てる。待て、とう。マスターソードではないからね、多分最初に持ってきたのはマスターソードはもうあの国に置いてきたはずだから。 OK、 フクロウがいるけどちょっと例によってくちばしがない。あ、またボス。あ、こいつあれじゃん、奪わないといけないやつ。ミラーシールドで返せない、返せないか。こういうね、剣が効かない相手がちょっと攻撃力か、ちょ、この野郎関係ないから。なんかちょっとフックショットとかで動き止めらんないのかな。 やるなあとはもう俺のターンだ、容赦はせん。あーどっか行っちゃった。毎回最後の一発が消えない。今までのボスの集大成、中ボス集大成みたいな感じだね。これ壺も破壊できるようになってるし、でくちばし。うわ、熱そう。よいしょよいしょ、大丈夫なのこれ、普通の服だけどさ。あっちー全然熱くない、ハート半分しか減んないんだけど、この溶岩に落ちて。いや、もうどこへ出てきたんだ、全く分かんねえんだけど。え、何これ。え、生きようがないよね、フックショットかけてもしょうがないし、こっちフックショットかけらんないでしょ。ちょっと帰ろう。バブルみたいなやつ倒せるのかな、倒せない、さすがにそれは無理か。ちょっと一回おびき寄せて通過しようと。で結局でもまだあの最初の入り口のところの上側には行ってないからね、地図がないから。まあ、地図がなくても通ったところは地図が出来上がってんだけど、これまたあるね、動かす系。ここはこれだけ、あ、宝箱回収しよう。これか、でここどこだ、あ、ここあれか、戻ってきたね。あっち側には多分行けないっしょ。あ、あれ魔法の粉だ。あ、こいついる。しかし、くらえ、俺の遠距離攻撃。でこいつ自体逃げて行っちゃわなかった、倒した。上行こう、あそこに。あ、これあそこじゃん。あ、これかけとけばよかったのか。ただこっちに行こう、あっち。おお、待って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 、え、崩れんのかこれ。じゃあかけといても無駄だったね。あの宝箱そもそもどうやって取るの。え、動かせるは動かせんだけど、これちょっと待ってね、
じゃあこうだよ。こうの、こうの、こう。ああ、マップだ。オッケーオッケーオッケー。マップがあれば亀岩すげえ。亀の形してんね、確かに。広い。で、ここに出てきて、あれ、ここに出てきただけじゃん。こっち行ける？行けない。動かせない。結局ここは来たよね、さっき。こう来てバブルマンのとこだから、痛い。ゴリ押しが過ぎたな。ギリギリだった、危ねえ。でここあとどこだ。鍵とかも全然手には入れてない。ちょっと上、もう一回こっちから行こう。袋、引いてみるか。道作る岩。え、L ボタンにて操れんの。なるほど。じゃあさっきのところも、あの操って別のところへ行けるんだね。あ、これとか。え、L ボタンって何？意味不明なんだけど。もしかして、ちょっと待ってね、一回こうやって、あ、そういうこと、こうでしょ、はい。なんか押しっぱなしにしてないとダメだな。なるほど、オッケーオッケーオッケー。さっきの溶岩地帯のところ、ここは別に操ってもしょうがないからね。で、こうでしょ。で、こっちに戻ってきての、あれ、どこからどこ行くんだっけ。あ、ここここここ、こっち鹿としよう。マジでめんどくせ。どっか行ってろ。で、ここだね。じゃあ階段のところ行くか。はい、ちょっと待って、はい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 。なんか遠回りしちゃったけど、どっちも行けんな。まあいいや、上の階段の方から行こう。下も行ける？あ、これここか。お？え、なにこれ？いや、これあれだな、多分炎のロットみたいなのが必要なんだな。あったよね、そういうの。じゃあここちょっと違う、別の道から行こう。ここ戻ってきて、こいつはもう仕方。で、そのまま右に行こう。こっち。で、また階段がありつつ、ここはまた下に戻って、詰まったら戻れますよ、地域。あ、待って待って待って、壁。てか、またこれか。例によってあれだな、炎のロットを手に入れないと、こういうところは。ダンジョン用重要アイテムを手に入れないと先へ進めないけど、なんでわざわざこれここにあるんだ。で、下に降りて右上に行くか。じゃあ、あれ、左側のさ、あそこもじゃあ道行って。あ、いたいたいた、こっから復活すんのか。ちょっと気になるは気になる。これ先進めるってことだよね。上でも下でもどっちもいいんだけど。はい。で、これ消えちゃうから早くしないと。なるほど。とりあえず宝箱はゲット。金か。50円。もう金引いて、危ない危ない。おお、取るこれ。イエープラス2。あ、こいつか。もう今となっては貴様などただの雑魚よ。強い。妖精を回収。あ、下も行けるね。
で宝箱、これ別に吸い込まれてもいいんじゃね。今のうち、あ、倒せるじゃん。しかもコンパスか。まあまあまあ。でここ穴開いてるとこか。うん、キンキンキンってなると多分壊せんだよね。ここか、倒すか。じゃああれ、どこ行っちゃったどこ行ったんだ。いつでは倒せない。くそ、タイミングよく、てか弓矢とかで。ほら、ダメ。ちょっと弓矢装備しよう。ジャンピング弓矢、何かわしてきた。オッケー、あ、こいつも倒さないと。超めんどくせえ。あ、逃げてった、逃げてったから倒した扱いになってた。ん、これは鍵だけか。まあ、とりあえず鍵をゲットしましたよと、それだけだね。今回の面は落ちてどうのこうのっていう面ではないと思うんで。あ、でこっからさらに戻って上に行けるね。ちょっと上行こう。くらい、さらにコンパスに反応している。うん、暗いな。ここはどうすればいいんだ。あ、多分炎のロッドなんだな。炎のロッドで火をつけて先へ進むと、でやっぱり宝を手に入れるのが最重要だな。一応鍵をゲットしたんで、あれ、鍵使わなきゃいけないところってあったっけ。あ、ここもまあ鍵だけど、行けるところとしてはどこだ。まあいいや、右上に行こう。このまんま、はいはいはい。これボチョンって落とせんのかな。あ、落とせんな。あー、そこに鍵か。どうしよう、やっけー。あ、でもジャンプしていけるか。あっちも鍵か。結局ここに戻ってくるだけじゃねえかよ。いや、無理だ、無理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 。道を間違えたな。鍵2つ必要。だからこうでしょ。マップ。で、こっち。で、これもこのまま、一応ちょっとこれ、両方いけるようになる。よいしょ。よいしょ。しまった。いやー、やっちった。そういうことか。見るルートが違うよってこと？一応動かせるけどさ。いや、しくったわー。あ、あ、そうかそうかそうか。これここ開けたのか。考えられてるねー。いて、ここも鍵あり。全部埋めろって、そういう話本当にし、やってみよう。それしか考えられん。おお、いいね、コンパス。いや、これコンパスがあったから、あ、なんかやってみようっていう気になったけど。あ、じゃあここはあっち行けんじゃん、両方とも2つ。あそこ落ちた会話あったな。わざわざ遠回りした甲斐があったというものよ。で、じゃあ、あとはまたしくじらないように。はい、
はい。で、こっち側。で、鍵開けて、こっちも行けるんだよね。なんか怪しいところに出てきたな。ちょっと、鍵だけ。あちゃー自殺行為。とう。どっちから行く？まあいいや、せっかくこっち来たから。あれ、階段もあるじゃん、よく見れば。副ショットか。ひでえ罠だ。上から行くか下から行くか。下からで OK。 でこれはどこだ。あ、宝箱。え、なんかいっぱいあるんだけど。ちょっと待って、え、どういうこと。いや、回収しとこう。いや、これこっからはいけねえわ。あれを回収して帰りのルートなんだな。これ上まで来る。あ、上まで来るわ、余裕だ。あ、深いこ深い。ちょ、ぶっ倒すとこ。ちょ、待って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 、なんなの超鬱陶しいんだけど。いって、ひどくない？はまったんだけど。剣振るとさ、少しリンクの体が後ろに行くんだよね。あいつ、あれに乗ってんだけど。俺の方が早かったな。で、あ、爆弾がいっぱいあんな。これ全部爆破しなきゃいけないの？効率よく破壊していこう。はい。あ、ちょっと待って、全然違った。いや、全部破壊しよう、せっかくだ。あ、ここも破壊できそうだね。鍵を守りし2匹の魔物、外より高きに回り込むべし。どっち行けばいい。いや、わかんねえ。正規ルート行く。ここもあれか、相手反応あれか。ええ、ここ、そういうこと。一瞬にしていけと。いや、あ、また爆弾構造がいる。なるべく崩さないように。うわ、崩れてしまった。あ、ちょうどここに出るんだね。よし、爆弾構造倒すか。いや、なんか狭っ。なんか動くときにさ、こっち来るっしょ。よし、来い。口開けるのはあれだね、毎回口開けるわけじゃないんだね。一回食った後はなかなか口開けないか。1回、2回、3回、そろそろかな。うん、開けた。あとはちょっと待ってよ。さあ、ここ。 OK。で、宝箱は上か。で、これこっちはいけるっしょ、そのまんま。鍵が1個あるんだよな。どうしようかな、開けちゃおうかな。これいったら多分下からまた戻ってこないといけないから、一応開けられるところ開けておこう。え、ボス。あー、でも階段から来んのか。ここはここでまたあれだな。ちょっとめんどくせえこいつ。で、開いて、これは、なんか
広い、いろいろと広い。あの宝箱もちょっとなんか回収しておきたい気がするな。また戻っては来れるもんね。ちょっと宝箱回収しよう、フックショットで。でそうするともう右に降りるしかないから。うおー、騙された。くそー、騙された。爆弾回収していこう。まあ、でもここ回収ポイント。ちょっとこっちも気になるからね、これやってみよう。あー、逆側もやっぱりやらないとダメか。あ、ちょっと待って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 、これ普通にいけんじゃん。あ、で鍵か、間違えちゃった鍵をゲットしないとダメだね。爆弾回収で、これはもういいっしょ。またいんの、こいつだけなんて復活してんだ。しかとするけどさ、ようやく戻ってきた。てかアイテムの数はこと足りないこと足りるね。で結局じゃあどっち行こうっていう話を。こっちは上に登って結局ここに戻ってるのか。あ、待って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 、え、タルタル山脈、ハートのかけらがあった。フックショットであれが回収できる、宝箱が。はい、あ、多分大したアイテムではないと思うけどね。お金どうする。じゃあせっかくだから一回出てみる。一回外へ出るダンジョンか、タルタル山脈。ハートのかけら、これ3つ目と。おお、ワープ地点じゃないか。亀岩、さらにこの中へ行ける。ああ、上に出てくる。ちょっと待って、さっきさ俺アイテム出さなかった。こっからもしかして爆弾食わせなきゃいけないっていう話。なるほど、レベル高えな。ほい、しかとされた、悲しい。ちょっとやつらの動きを見極めよう。次こっち来んな、食え。 OK、 で一つ食ってる間にあいつ、オッケー。でそうやってる間に、はいダメだった。いいね、このね下に行くとき食う、これいい、食わせやすい。こっち来るかな、もういいね、完了で来い。オッケー、で宝箱、さてこれはいいもの入っててくれよ。鍵かー、まあしょうがない。あー、でこっちは行ってもしょうがないから、このまま鍵をゲットしたから下に降りても大丈夫だね。で先へ進めると、左側が行けるはず。これで一応下も行けるっちゃ行けるんだよね。こっち、ここはなんだろうな、あれひび割れてんのかな。来て、え、ひび割れてなかった。怪しき一つ目の石像、その目を矢にているとうれしい。あ、これ怪しいか怪しくないかって言われて、ちょっと待って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 、
怪しくなかったんだこれ。あれ、いっぱいある。アイテム宝庫だな。え、もしかしてジャンピングしなきゃダメ。あ、乗れるじゃん。なるほど、また鍵。あ、鍵は持っていることに越したことはないんで。左、宝箱。さらに、どうだ、鍵。すでに3つ溜まってんな。でこっちは、あー、これはここに来るのか。だからファイアロッドがないと無理だ。結構先だな。でも手に入れんので、左行って、あれ、左ってどうするんだっけ。え、待って、違う、行けねえや。結局上に戻ってきちゃうから、あれどこだ。地図を見よう。ここはだって行けないっしょ。ここ上に出るでしょ。宝箱、あれ、ここの鍵ってなんだっけ。こう来て上くるりんって行って左が行けたんだっけ。ちょっとあっち戻ってみるか。ここ結局鍵やって、じゃあ左進んでいこう。でまた鍵がある。閉じ込められた。あれ、一瞬にして。で棒、どういうこと。フックショット、いや、いけないな。とりあえず左へ行くか。じゃあ暗いね、ここ本当に。あ、ここも鍵じゃん。結局鍵をいっぱい持ってないとここ来ても意味ないよっていう話。え、遠くない。遠う。はい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 、はいっと。でこれさ、あのスイッチ押したの間違いだったじゃん。くそ、あれ、なんだこいつ。あれ、ちょっと初めてだよな。ご両方なんか、あれ、どこ狙って狙えばいいの。やべえ、とかやってるうちに行って、結構強い、倒した。これ剣レベル鍛えてなかったら結構危なかったよね。あ、中国的なやつか。全回復しない。いやー、なんだよ、スイッチ押しちったよ。スイッチどこだったっけ、もう忘れちゃったな。なんか知んないけどスイッチ押しとこうとか言って押したのが全ての間違いだった。ここか、超迷った、マジで。何のために押しに来たんだよここ。よし、ようやくこの宝箱をゲットできた。だよね、マジックロットか。燃やせ燃やせ、焼き尽くして。あれ、マジックロットってさ、でもマジックパワー使わないのこれ。お、何も使わない、それは便利だな。あ、ちゃ、これでさらにいけ。
るところが増える。でここもちょっと左に行って、これボッとやって、でこれもボッとやって、ここを破壊できるね。え、ここに通じるだけで、どうしろっていうの、もう間違えちゃったよ。さてどっから攻める。じゃあこれ下いけそうじゃね。マジックロットに変えとこう。あ、いけるね。あ、こういう風にショートカットになるよっていう、それだけ。燃えろ。くるくるしてるとやつらは効かない。結局さ、でもさあ、これこっちからいけるか。2箇所くらいあったよね、氷漬けのところ。あ、ちげえ、これ氷漬けのとこじゃねえや。やっぱり最初の方に戻んないとダメか。うわ、待て。はい、あとできるところとすれば、こっちじゃなくてこっちとかは、こいつらは鹿として、はい、どっかマジックロットを使ってやるところがあったような、なかったような。あお、こっちゃったよ。進んでいって、あ、でここか。はい、そういうことじゃないの。守りの木の実とかいいよ、単純だった。よし、宝箱。で、小さな鍵と、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。で、これ多分下の方に戻ってきたから、そうだね、ちょっと氷のところ行ってみますか。場所としてはまずこっち、ここの先が氷地帯だったはず。そうだよね。これさ、ちょっと考えながら行かないとさ、先進めなくなっちゃうんじゃないか。一列全部か。え、いや、いけなくね。これもういけねえよ。クリボがいなくなってる。まずこうでしょ、でこうでしょ、こうでしょ、こうでしょ、こうでしょ。帰ろう。なんやねん、本当に。え、こうでしょ、こうでしょ。これはもう壊さないと話にならない。え、どっちだ、これだって下行っちゃうよね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。こうとかいける？いけねえわ。こう。こう。で。え、マジでむずいんだけど。これだって破壊できない。こっちから来るんじゃないの、もしかして。ここ帰り道じゃないか。で、ここに戻ってくるよみたいな。そう考えると、あともう一箇所どこだっけ。こ
っちの下とか違うな。ここの下はあれだな、向こうへ通じてんだな。いや、いけねえ。いや、届かねえ。まあいいや、行けるところだけ行こう。もう広くてさ、どこがどこに通じてるんだかさっぱり分かんなかった。スイッチ探すのもすげえ、もうほぼ全部行きまくったからね。あ、これここだ。はいはいはい。でこっち行ける。クリボーが。これ上とか何にもないよね。あ、それでここに来るのか。で鍵を持ってなかったらちょっと危なかったな。あ、こいついたな。だいぶ足場が狭いけど、ケツマンだよ。もうこれケツに当たんねえかな。無理か。こっち来るの、またジャンピングして部屋が広ければね、めちゃくちゃはめられたけど。来たな。もう一発くらい倒せんじゃん。妖精回収したい。寄せちゃーん、寄せちゃん、ちょっと待って。よし、触れられた。お、これはまたあれかな。全部埋めていく系。あれ、これ埋められる。ちょ、埋めらんねえし。どうやって埋めてったらいい。周りから攻めていく。違うな。こうだ。で最後にこの穴に入れると。いやでもこれ宝箱じゃん。あれ、ボスの鍵の宝箱持ってないのか、まだ。よし、ボスの鍵で。結局ただ行ってないとこってあとここだけだよね。ってことはやっぱ最初の氷地帯のところか、ここ違くねって言ったところをボスに通じてる道かな。これどっちかで行った方がいいんだ。ここ経由した方がいいのかな。ただクリボーとかいなくなってんだけど。でここに出てくるから、そうだね、結局は。あちゃあちゃ、何してんねん。結局はここ行くか。だってここやっちゃったらさ、どうすればいい。全部なくなっちゃうっていうのがなんかいかれてんだよな。いや無理だな。ご利用したけど、こんなんでよかったの。しまった、ここやっちゃったらあれじゃん。あそこの段は残しとかないといけない。はい。難しいな。頭使う、俺の苦手なところ。2個消えちったよ。
で最後階段になるようにしていかないといけないから、ここを残しとかないといけないんだよね。あ、待って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 、あ、ダメか。え、どうすればいい？ここ消しちゃっていいかな。え、いや、ほんとわかんねえわ。あー、ダメだ、消えちゃうもん。ここ消えちゃうんだよな。できたー。なるほど、これで多分ボスのところの階段に出てきたね。よし、 OKOKOK。 苦労したー。また戦いづらそうなところだな。ここまでだ虫けらめ。精霊の楽器は貴様には使わせん。炎に炎効くのかな。炎のデグフレーム。え、何これ何これ、そんなんでいいの。あっ、ちちちち、そして本体が出てきたような気がしたけど、これ切る？いや、わかんねえな。当たってる？当たってるね。なんかいつの間にかいつの間にか倒したんだけど。貴様が来なければ何も変わらぬものを。風の魚は貴様に起こすことはできん。ここが夢の中だということをな。弱かったな。どのボスが一番強かったかって言ったら、あのムカデみてえな尻尾と頭のやつだよね。一回死んだし、そもそもネタが分かれば。でもどれも大したことはない。よーし、これ太鼓？ドラムか。遠雷のドラム。時は満ちた。聖なる卵が呼んでいる。ちょっと待って、フクロウちゃん来ないの？敵がいる中であれだけど。はい、というところで楽器がね、8つ全部揃いましたので、次は卵のところへ行けばいいのかな。あ、てかクリームとかもあれじゃん、塗り薬多分持ってるとあれだね。見通しレンズとかてかアイテムとかさ、まだ3つないんだけど、まあいいか。パネ石とかね、使ってないしね。まあそんなわけで、じゃあ次回は卵の方へ向かっていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。